ゃあいよいよ回していきましょうか。あ、いきますよ。いきまーす。ドン。さあ、何が出るでしょう。うお、先にふーちゃんが出た。斉藤冬香さんです。さあ、斉藤冬香さんを褒めましょう。まずはね、ふーちゃんです。ふーちゃんか、先に先輩からでしたねはい、よいしょ、はい、よし来たーって何分からにしましょうかね。35分からにしましょうか。35分から5分間いきますよ。初めて見られてる方、説明させていただきます。今斉藤冬香さんっていうルーレット出ましたけれども、斉藤冬香さんのことをコメント欄で5分間私がスタートって言ったら褒めるという企画でございます。で、最後に MVP をみんなで決めて、その人に拍手を送る。ただそれだけ、至ってシンプルで、一人何回、褒めていただいても結構ですよという企画でございます。ね、初コメの方も全然紛れて書いてくださってもいいですよ。ね、あ、今日は X 出してなかったな。まあいいや、出そうか今のうちに。よいしょ、いいですか。15秒前ですよ。いきますよ、皆さん準備はよろしいですか。はい、5秒前、4321、ドーン。よし、ということで斉藤冬香さんの推しコメントをたくさん送っていただければと思います。桜坂の縁の下の力持ち、与田志賀さん、やっぱり二人セゾン。おー、ガシーさん、青鳥を愛し青鳥に愛された女サンシャインさんじゃ。山田さん、メンバーにも最も頼られ最も愛された縁の下の力持ち、いいですね。竹ちゃんさん、ダンス大好き絶妙ダンス。坊さん、東京生まれ東京育ち、ダンス好きは全て友達。おー、いいですね、ヒップホップ育ちですね。調子のりさん、桜坂を支えた東京のお姉さん。ああ、いいですね。コーチンさん、アイドル界随一の一般人。ああ、いいね。ヨウさん、欅坂時代からグループを支え続けた功労者、マジありがとう。マジありがとう。本当に。かけ桜さん、桜坂終身名誉 PTA 会長。確かに。オノニルさん、俺と唯一の同世代、ふーちゃん。あ、オノニルさん、そうなんだ。ええ。永遠の PTA 会長。確かに。ゴロさん、桜、欅坂一のモテ女、オゼちゃんを泣かす、懐かしい。カミソンさん、桜坂の屋台骨。鈴川さん、やっぱり桜坂の土台が一番しっくりくるなぁ。マットアさん、気遣い屋さん。カキさん、種奥様の推し、そうですね。ワイムさん、東京ドームを自転車で駆け巡った五人囃子、それは五人囃子だね。でもいい思い出です。石泥さん、桜坂のおふくろさん。たけちゃんさん、口下手なあなたが大好きです、いいですね。おどやさん、何の支えてくれたの、桜坂が好きだから、いいですね。なんかキャッチフレーズみたい。東京都在住の一般の方ではないんですけどね。ほどにさん、善悪で最後の最後まで握手してくれて神対応すぎた。神様さん、裏センス女王。ガシーさん、東京都からお越しの天使、いいですね。ケイチさん、東京ウィンターフロアー、フラワーで。アンディさん、長年桜坂を支えてくれたお姉さん。ケントさん、ステージ上では東京都出身の非一般人。ネコママさん、グループに欠かせないパフォーマンスアイドル。タケちゃんさん、ふーちゃん、ふーねえ、斉藤さん、見届けてくれてありがとう。神様さん、斉藤さんだぞ。カッキーさん、ふーちゃんもふーちゃんの母親もとんでもない欅桜愛を持ってる人。ほんとね。
桜坂の名前プレイヤー、最近作ってる前髪がめっちゃ可愛い、ゆっかねんが弾いたふーちゃんが作った、おー、主役を輝かせる名脇役、9年間メンバーを見守り続けた人、ピンクの鉢巻きが一番お似合い、懐かしい、夏にも負け、雨にも負けず、風にも負けず、冬を越して優しく花を咲かせた桜坂の守り人。ケイチさん、欅と桜の守り人。桜を愛し、ダンスを愛した、これなんていうの、いぶし銀だね。スタオバを支え続けた東京代表。冬の時代が訪れても優しさを忘れない一輪の花。綺麗ね。そんなの全然わかんない桜坂のプロフェッサー、桜坂のウィングス、酒、冬の聖地に優雅な花よ、うわいいなこれ、あなたの後輩に残したものはグループの血となり肉となり永遠に生き続けます、そうですね、鉢巻きポーズ全てに笑いを、みーちゃんのペンギン好きをバラした、そうでしたね、あと1分ほどです、平均点を取り続けるのが一番難しい。確かに。土台ただただ美人さん。風鈴姉妹の長女。初代グループ内モテ女。前髪かわいいよ。阿波踊りをパワーに縁の下の力持ち。東京からお越しのバイプレイヤー。桜に優しい冬の花が咲く。皆さんの好きな季節は春か夏か秋か冬かですね。懐かしいね。まさかのカッキーさんとアチさんが被ってます。はい。ライブも、そつなくこなすダンス職人。あー、ワイムさんも被りましたね。キラコの面倒を見てくれてありがとう。確かに。一期生、魂、桜の木のミキ。メンバーの後ろ姿を見守る守護神。桜坂随一のダンス職人。ということで、あと5秒ほどです。書き込み、滑り込みあるかな？ということで、ひとまず終了。ケイチさん、グループが大変な時もよく、本当によく頑張ってくれました。一番自覚が多いぞ。確かに。褒めてるとこなんかな。ちょっとおもろかったっす。たけちゃんさん。ナイスです。そうっすね。ふーちゃん。まあ、思えばね。多分一番、悩んで苦しんだ子かもしれないよね。でも、それを感じさせない活動と、グループへの愛を一番感じた子かもしれないですね。アンリーさん、ダンスが魅力的な美人お姉さん。すぐ泣くけど誰よりも熱い女。ふーちゃんの重いダンスが好きです。おー、ライブコンセントレーションを忘れません。確かに。コンセントレーションするかな？最後に。したら泣いちゃうな。まあでも本当にね、ふーちゃんの頑張りっていうのは、多分欅から知ってる人からすれば一番わかってるだろうしね。何もないけどふーちゃんに電話、バイ小林、本当にみんなのお前さんだったかもね。ただただありがとう、お疲れ様でした。ということで、じゃあ MVP 何にしましょう。 MVP フォースさん、フォースさんのはどれだ。あー、東京生まれ東京育ち、ダンス好きは大体友達。なるほどね。桜坂の守り人か。あ、それだったら欅と桜の守り人のケイチさんのもありだけどね。そうね、卒業しても桜坂に関わってほしいですね。どれにしようかな。
フォースさんにしますか。あーそうね、改名とほぼ同時期にしーちゃんとにじかが卒業したの、ふーちゃんが一番きつかったと思う。きつかったと思う。そう、あそこを乗り越えたのは大きかったよな。リナオキさんの酒、冬の聖地に優雅な花よも好きだし、あとはそうっすね、まさひろさんのメンバーの後ろ姿を見守る守護神も好きだし、どうしよっかな。難しい。ガッシーさん、阿波踊りの方、それとも別のやつ。東京からお越しの天使もあるし、どれかが分かんないな。結構出してんじゃない。あーこれでしょ、桜に優しい冬の花が咲くじゃない。種運営、ふーちゃん次期運営運営入ってくれたらいいよね。でもね、こういう子がね支えてくれる気がする。どれだろうな、名前もじり系いいよね。名前もじり系ね、決めます。どっち、どっちにしよう。もう名前文字理系でどっちかにしたい。まあね、毎晩プレイヤーもそうだよね。リナオキさんにしようかな。そうね、名バイプレイヤーね、もういいんだけど、そうっすね、決めた。リナオキさん、酒、冬の聖地に優雅な花よ、これにしましょう。ということで、リナオキさんおめでとうございます。さあ優雅な花よに決定。